いらっしゃい。あの、俺ら飯を食いに来たんじゃなくて。分かった。あんたがそうしろと言うのなら我々は従う。ああ、この状況で残された選択肢はもう多くはないだろう。ソンヒ、荻窪豊は何と？手を貸してもらえるか、カズナ。近江連合の兵隊がここへ来るまで約2分。だが偽札作りの痕跡を燃やすのにはもう少し時間がかかる。偽札作りの痕跡を燃やす？偉人町の偽札事業はもはやこれまで。荻窪がそう即断したよ。近江連合が随分な手間と時間をかけて肉の壁へ照準を合わせていたのに気づけなかったのが原因だ。全ては我々の手落ちと言わざるを得ん。ただし、偽札事業をやめるにせよ、偽札と荻窪豊とのつながりだけは全て闇に葬らねばならない。そのために全てを燃やす。これは私の判断だ。半巡儀、お前が火付けの指揮を取る。孫妃、火を使えば監視システムも機能しなくなります。我々の住処もなくなる。唯一の居場所をなくすことになります。ここにいる者たち全員が。ああ、全て承知の上だよ。出過ぎた口を聞きました。お許しを。やあ、クバユ、もうちょり高城はしがろった、サドラ。荻窪を救うために全部灰にしまうのか。自分たちを捨て駒にして。快適とまではいかないが、荻窪だけが我々の居場所を真剣に案じ、そして実際にそれを作ってくれた。だから荻窪には感謝の念しかない。我々は彼の捨て駒になるためではなく、彼への長年の恩義を返すためにすべきことをするだけだ。それって平たく言いや放火だぞ。俺たちにもそれを手伝いって？いや、お前たちには近江の兵隊をここで食い止めてほしい。追い返せとまでは言わん。ただここを焼き払うだけの時間を稼いでほしいんだ。でもよ。頼む、力を貸してくれ。孫妃、頭をお上げください。しょうがないわね、頭上げてよ。え、私正直言うと前からあなたがいけすかなかったし、荻窪を助ける義理もない。でもプライド高いいい女が頭下げるなんてよっぽどのことよ。この人が言ってる恩義を返すって気持ちは口だけじゃない、本物だよ。わかるでしょ。そうだよな。すまねえ、男は女の気持ちってのに鈍くってよ。いや、俺は最初から伝わってたけどな。かたじけない、礼を言う。じゃあやるよ。サエコさん、うん、ありがとう。見覚えのある面が多いな。
なんや踊りだ。鉄球の下敷きになったんやないんか。残念だったな。またいつでも相手になってやるよ。せやけど、考えたら妙な話やな。あ？そもそも踊れはなんで生きとるんや。荒川の代行に撃たれたやろが。お前に話す必要はねえ。代行が踊れを撃った後、そこで一度間違いなく死んどったはずやろ。間違いなく言い切れんのか。ああ、死体は組の門に始末させたと聞いとったからの。まあええ、なんで我が言っとるんか。あの人に今度よう聞かんとあかんな。小笠原さん、印刷機はあの奥です。こいつら証拠を燃やす気だ。石岡さん、ちっ、道理でコミジュルの門があんまおらんかったわけや。総出で火つけとったんかい。そこどけ一番。お前何やってんだ。偽札の証拠が消えちまう。俺らはここをどかねえよ、ナンバー。悪いが孫飛と戦略しちまったんだ。なんだと。ここを燃やすまでの時間を稼ぐって約束しちまった。でもな、おめえのためでもあるんだ。てめえ一番、早く止めさせろ。この死に損ないがぶっ殺したれ。このくそやめぞ、逃げるで。おい待て、お前ら。ボケが、まだ終わっとらんやろが。石尾田さん、くそ、せっかくここまでいらしたんだ。もう少しおもてなしをさせてください、小笠原さん。これで全部闇に葬られたわけだ。偉人町の偽札も、俺の弟のことも。最後の最後でお前らに裏切られた。弟さんを追うための情報が消えちまったことは申し訳ないと思ってる。でも俺らお前を救いたくて。うるせえ。ナンバ、いい仲間を持ってるな。仲間なんかじゃねえ。どうやらお前は誤解をしている。お前は弟の消息が知りたいんだな。え？あいつはたった一人で偉人帳の偽札の核心にまで迫ってきた。だがその情報を手に入れることは万死に値する。しかし私は彼の高い調査能力は無駄にするのは惜しいと考えた。なんとか仲間にしたいとさえ。じゃあ今は我々の地下の居住区にいる。もちろん軟禁状態ではあるが。そうだな。はい、元気にしておられます。
マジか、なんで教えてくれなかったんだって。そりゃ無理か。当初から難波さんは我々の監視対象者であり、偽札の事実を知って失踪して以来、偉人さんからは追われる身、お教えするわけには参りませんでした。まあそうだよね。この事実が手に入れられたのは我々に手を貸し、何より難波、お前のために命を懸けてくれた仲間のおかげだということを忘れるな。おい難波、でもこの目で見るまでは信じられねえ。じゃあなおさら早くここを出ようぜ。死んじまったらそれこそ水の泡だ。早く早く。この場所を何だと思ってるんだ。あまり長居するつもりはありません。ただ人をさらってきて置いとける場所が他に思いつかなかったんで。だからってここを選ぶこともないだろうに。すんません。まさかこいつをここで拷問する気なのか。そんなことは許さんぞ。でもこいつはブリーチジャパンの代表で偉人町に近江連合を引き込んできたんです。こいつのおかげで肉の壁はもう崩壊寸前なんすよ。ん？そうなのか。だとしたらこのままおとなしく解放してやろうって気も失せるでしょう。確かにそうだな。ただし今夜だけだ。ええ、ありがとうございます。あんたにはいろいろと聞きたいことがあんだ、小笠原さんよ。朝まで時間はたっぷりある。